愛調理の工夫いくら体に良いと言っても食事がまずくては結局長続きしませんし精神衛生上もよくありません調味料を工夫して良い味をつける必要がありますがん治療食の場合使える調味料は次の通りです甘みは黒砂糖や蜂蜜を使います蜂蜜は植物が 進化の過程で虫を引きつけるために作り出した甘みとしては最高の自然食品です。酸味は酢天然醸造のものスタチバナゆずレモン日本産を使います。酢は健康によく酢を飲む健康法などというものもありますが飲みすぎは禁物です。マヨネーズの代わりに野菜や海藻のドレッシングとして使うといいでしょう。 塩味は自然塩を使います。普通に使用されている生成塩は純水に近い塩化ナトリウムで、これも薬品に近いものです。自然塩はマグネシウムやニッケルなど微量の有用なミネラル類が含まれており、健康食品の店で売っています。塩の量はほどほどにして塩分の取りすぎを防ぎます。ゲルソン療法では、 極端な塩分制限を指導しますが森下氏が言うように肉の少ない日本食ではそれほど神経質になる必要はありません玄米のご飯が味気ないと思う人はごま塩を使用するといいでしょう辛味は唐辛子や胡椒の味ですが日本では取れない南国の香辛料なので好ましくありません 南国の香辛料をふんだんに使ったカレーライスなどは食べてはいけません。胡椒などの熱帯性の香辛料は欧米人が保存した肉の臭みを消すために用いたのが始まりです。肉食する時以外は必要がないと言えます。代わりに日本産のわさびや生姜や山椒の辛みを少量使うといいでしょう。わさびや生姜などでもの食べ過ぎは。 胃の粘膜を痛めるので注意が必要です。漬物は保存食品なので原則としてはあまりよくありませんが、梅干しやたくあんなどはご飯の味付けとして少量、梅干しなら1日に1から2個、たくあんなら2から3枚ならいいでしょう。日本は漬物の種類が多いので一概には言えませんが、保存量や着色など食品添加物のない漬物なら。 食卓に変化や香りを持たせる目的で少量なら使用しても良いと思います一夜漬けならある程度は消化も良くなるので新鮮なうちに少し食べるのはいいでしょうが漬けてから2日以内に食べるようにしてください J クスリチ民間薬健康食品機能性食品サプリメントなどについてコーヒーやアルコール飲料の代わりに 抗がん性のある薬茶を引用するのはいい健康法です。ヨモギ茶、スギナ茶、ウィワノハ茶、ドクダミ茶、クコ茶、大箱コ茶、ハトムギ茶は高い抗がん性を持っています。これらは大抵は薬局で手に入ります。我々がいつも飲んでいる緑茶、日本茶もがんを予防する成分が含まれています。これらの薬茶は長期間引用しても安全ですが、 飲みすぎは、かえって害がありますから、一日の量は、毎食後に2から3倍程度とします。世の中には、がんを治すとの触れ込みで、様々な民間薬、保険適応害や健康食品が出回っています。多くの場合、怪しげな医学博士の推薦文や民間人の治癒体験談が書かれた本やパンフレットや新聞広告で宣伝されています。 クロレラロイヤルゼリーサメの軟骨 AHCC、キトサンプロポリススピルリナ、MMK 用度アガリクスメシマコブフコイダン、糖中仮装などいろいろの種類があります。また、最近、癌に有効であると称して多くの種類の機能性食品が出回っています。機能性食品をサプリメントと呼んでいますが、実はサプリメントという言葉は曖昧で。 民間薬や健康食品のことを意味している場合もあります。欧米では、このサプリメントと呼ばれる機能性食品が発達しており、一流の医師が有効であると宣伝しており、購入する患者さんも多数に上ります。サプリメントは、さまざまなビタミン、ミネラル、アミノ酸、栄養素などが組み合わされ、形で、かなり高価な値段で販売されており、 がんのの代替療法の大きなな柱となっていますこれらの民間薬や健康食品やサプリメントは全く効果がないというわけではなく多少のがんに対する免疫力向上は期待できますしかし医学的に明らかながん抑制作用があるものは厚生労働省が医薬品として認可するはずですから これら許可されていない民間薬や健康食品の有効性は科学的には証明されていません。これら民間薬や健康食品はかなり高価なものが多く中には金儲けのインチキもあります。前述したクロレラをはじめとする民間薬や健康食品はある程度は評価できる薬品ですが効果は気休め程度と考えてあまり期待しないことです。 服用する場合は、せいぜい1種類か2種類にしておくべきで、多くのものを同時に服用することは感心しません。医薬品まがいのものは、2種類以上を併用した場合、その相互作用で、どんな副作用が出るかについては、何の保証もありません。ただし、服用する場合は、絶対に効果があると、自分に暗示をかけて飲んだ方が。 どうせ効果がないだろうと思って飲むよりは効果がありますがんの治療としてするべきことはまず食事時代を改善することであり民間薬や健康食品の使用はあくまで補助的手段と心得るべきですビタミンやミネラルなどは食品から直接生きた形で摂取するべきでありビタミン剤など服用は医師からはっきり ビタミン欠乏症やミネラル欠乏症と診断された時以外に服用するのは逆に害がある場合もあります疲れた時になんとなくビタミン剤を飲みたくなるのは医薬品会社がでっち上げた金儲け主義のテレビコマーシャルで洗脳された結果です結論を言えば自分の好みに合う薬茶を飲むことは良い方法ですからおすすめしますが 民間薬や健康食品はあまりお勧めしません。民間薬や健康食品を買う余裕があれば、質の良い食物に投資した方が有効であると考えます。どうしても利用したい方は、自分の選択で良いと思うものを1種類だけ選んで使用されることをおすすめします。K ミスの問題。最近は、水道水さえ汚染され、飲用にしない方がいい。 という意見もあります。いくら健康な食生活をしていても料理などの媒体となる水が汚染されていたのでは健康維持は困難です引用か料理に直接使う水はろ過装置で水質を改善して使用するかペットボトルのミネラルウォーターを利用した方がいいでしょうしかしこの問題につけ込んで郊外の値段の水質改善装置を売りつけたり がんを治す水などと称するインチキ商品を売り込む悪徳業者が現に存在しますので、注意してください。人体に水は不可欠です。水分摂取が不足すると、血液の粘度、粘り気が増し、血液が固まりやすくなり、血栓症、脳梗塞や心筋梗塞を起こり越しやすくなるほか、脱水になって腎臓を痛めます。食事と食事の間に常に。 少しずつ水分を補給し尿が濃い黄色にならないようにするのが健康維持のために必要です健康な尿はわずかに黄色い程度で尿があまり濃い黄色をしているのは濃縮尿といい水分不足の印ですしかし顔や手足がむくむほどでは水分の取りすぎです